赤松貞明は高知県出身の日本海軍軍人。最終階級は海軍中尉です。日中戦争、太平洋戦争の撃墜用で、特に局地戦闘機ライデンの乗り手として知られています。悪名高きエースの愛称を持ち、図抜けた操縦技術と計算し尽くされた航空理論を持つ頭脳派の大ベテランであり、数多くのエースたちが彼を愛し、また賛辞を送り慕いました。1928年昭和3年に佐世保海兵団に4等兵として入隊。その4年後に第17期総連を卒業した戦闘機操縦者の古豪です。岩本鉄三が34期生、酒井三郎が35期生でした。酒好き、喧嘩好き、女好きで、方法来楽な人物であり、破天荒でまさに無頼漢でした。後輩の岩井勉も、赤松空操長といえば、海軍戦闘機搭乗員の古豪で、戦闘機の関係者の中では誰一人として彼を知らない者はないほど有名である。体格も良く、顔立ちも美男子の部類に属し、酒は二人前以上いけるし、口は雄弁であり、本職の戦闘機操縦技量は、誰にも劣らぬ腕前と胆力を持っている。また、武技、大技にも秀でており、柔道、相撲、水泳を合わせて11段と自称しており、確かに何をやらせても強かった。しかし、その中でも最も有名で優れているのは女遊びではなかったろうか。それも人目をはばかってこそこそやるのではなく、公然とやるのだから愉快である。と語っています。酒井三郎は、大先輩赤松中尉は頭脳明晰、気力体力ともに抜群で、柔道、剣道、弓道、相撲合わせて15段、水泳も抜群の猛者で、全盛期には日本海軍戦闘機隊では戦技右に出る者はいないと言われるほどの強者。下士官時代には勇気余って若干の粗暴の振る舞いありと批判されたこともあったが、遅ればせながら準士官、特務士官と進級するうちに人格を増し、大東亜戦争に入っても老練。なお、日本海軍戦闘機隊に赤松ありと認められ、部下後輩たちからも尊敬畏敬された強者であり、良き指導者でもあった。迎撃戦闘機であるライデンで、ヘルキャットと互角に渡り合える戦闘機パイロットは後にも先にも赤松中尉の他にはいないだろう。この時の赤松先輩の勇姿を私は今も忘れないと語っています。赤松は自伝で、記録にはないが私の撃墜数は350機ほどと思い、日中戦争で242から243機撃墜と思い、太平洋戦争では百数十機ほどでしょう。数だけなら世界記録だろうが、あの時代の特殊なものであり、飛行機の進歩発達はそのスピードと同じように急速で覚醒の感があり、戦法が全く異なってきたから、現在では個人でこの数を撃墜することは及びもつかなくなった、と述べています。赤松は酒に酔っている時は350機以上、シラフの時でも260機以上の撃墜を主張していたといいます。実際の撃墜スコアは、日中戦争での撃墜数は単独11機、太平洋戦争では単独27機で、最終飛行時間6000時間以上、8年にわたる空戦経験の中で一度も撃墜されず、負けたことがなく、負傷したこともなく、機体への被弾も5回のみという猛者でした。また、赤松は大戦後期の米軍主力戦闘機、P51 ムスタング75機の群れの中に短機で突っ込み、1機を撃墜して帰還するという伝説的な記録も残しています。この時の赤松が登場していたのは、すでに旧式化が著しかったゼロ戦でした。これについては、大群で短機で突っ込めば相手は味方の車線を気にして容易に攻撃できないという集団戦法の穴をついた頭脳プレーだったといいます。自信家の酒井三郎すらこの芸当に脱帽の意を表しています。豪快すぎて上層部からは問題視されることも多かったのですが、部下思いで人懐っこい人柄から、多くの後輩操縦士たちから、まっちゃんと慕われていました。赤松は破天荒な傍ら、確固たる独自の航空戦術理論を持ち、驚異的な操縦技術と才能を有し、いかなる戦闘機をも乗りこなした頭脳派のパイロットでした。航空隊の教官としても数多くのエースたちを育て上げています。本土防空のために新設された第302航空隊に配属された折には、乙戦隊の若手搭乗員に対して熱心に空中戦闘方法を指導し、B-29 爆撃機迎撃で戦果を上げました。これは赤松の指導による部隊全体の練度向上による成果でありました。赤松が若年下士官搭乗員たちに、水平線点ひねり込みの技術を指導する映像が残っています。雷電による一撃離脱戦法も、機体の特性を計算し尽くした末にたどり着いたものらしく、後輩への指導も強胆な性格とは反対に、チームプレーを基軸とした堅実で理論的な攻めを重視しており、米軍機への深追いを強く戒め、無理に敵編隊の戦闘にかかることなく、端の弱いやつから叩いていくよう強調して指導していました。とにかくエピソードには枚挙にいとまがなく、誰にも愛され尊敬された海軍航空隊の生き字引というべき人物であったと言えます。戦後アルコール依存症となり、体を壊し失意のまま生涯を閉じたとの情報が散見されますが、有志が高知県で高知新聞社の協力を得て赤松に関する記事を調査した結果、赤松は戦後も大好きな飛行機で大空を飛び回り大活躍していたことが判明しています。赤松は戦後地元で酒屋を経営する傍ら、1953年昭和28年春、海軍時代の友人たちと資金を出し合い、社団法人西日本軽飛行機協会を設立、アメリカ製軽飛行機パイパーペイサーを購入、マゼ号と名付け大空を飛び回りました。マゼとは南から吹く温暖な柔らかい風で、この言葉は四国、九州に広く分布しており、高知県の田野浦、室戸、高知などの漁師の間で現在も使われています。高知県上郡の港を中心に描かれた漁師の物語、映画マゼもあり、南風号と書いてマゼ号と読むのであろうと推察されます。高知にまだ全日空定期便が入らず、海上保安部の哨戒機が飛んでいなかった頃に、赤松はマゼ号で遭難船発見に4度貢献。災害、海難救助や広報、報道などで大活躍します。1953年昭和28年9月15日に高知市営球場で行われた広島カープ対読売ジャイアンツの試合において、球場上空からグラウンドの真ん中に花束を投下するという離れ技もこなしています。戦後10年経った頃に第一次戦記ブームが起こり、赤松も自身の回想録、日本撃墜王を書いています。1975年昭和50年、晩年の赤松は生涯最後の取材に対し、ゼロ戦や雷電、戦友への思いを秘めながら、次のように締めくくっています。戦争はもうこりごりですが、もう一度あのゼロ戦で、今度は弾の飛んでこない大空を思う存分飛んでみたいですね。このインタビューから5年後、1980年昭和55年2月22日に、赤松は69歳でこの世を去っています。あなたにも先人の声が聞こえます。